今回ご覧いただくこちらの映像は、呪術廻戦コラボ第2弾のガチャを90連して、第2弾のキャラ3体をコンプできるかに挑戦した映像である。ちなみに第1弾は324連して、虎杖3体、七海2体、悟4体という結果でした。10連目。ストライクショットショットショット。打診伝。シャオチュウ。イタドリ。10連目はイタドリとキュールと打診伝。20連目。旧赤で引くので毎回星4、5キャラで止まってしまって申し訳ございません。20連目は爆死。30連目。ねえねえ。看護案エイテイレッド。ちなみに伏黒4体首先2体命名2体が欲しい数である。ヒュクノスゲット。30連目は命名と伏黒とヒュクノス。徳玉はカムリの命名。40連目。二回転。サトルゲット。ダットゲット。40連目は五条と伏黒。50連目。
何をしてんの？何をしてんの？50連目は爆死。60連目。60連目も爆死。70連目。残業ゲット。70連目は7人、元の居酒屋。80連目。ヘラ。ウルズ。80連目はヘラとウルズ。ラスト90連目。釘先ゲット。これで第2弾キャラコンプである。90連目は釘先。今回のガチャ結果は90連で伏黒に対釘先1体、命名に対虎杖1体、五条1体、七海1体という結果であった。目標であった第2弾は見事コンプでき、ついでに第1弾もコンプしていたのである。第1弾の徳玉が4個だったので、今回も4個だと思うので、徳玉80連であと伏黒に対と釘先1体を当てたいと思う。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。